今回は新高校1年生のね入学までの英語勉強法という話をしていきたいなと思います。えー、高校1年生向けの英語勉強の話はね、えー、結構長めにね撮ってる動画ありますんでぜひそっちはまあ、ご確認いただきたいんですけど今回はその入学までのですね話をしていきます。はい入学までにやってほしいのはですねこの3つですね。えっ、ー、と単語と発音と文法これが英語の三大基礎って呼ばれてるやすね。 この三大基礎をしっかりやっておくことで高校からのリーディングリスニングスピーキングライティングっていう活動がスムーズに移行できるんでここをしっかりとやっておいてほしいなと思うんですよで具体的にやって言って,言っていくとまずね単語単語はね今高校レベルの単語をねスタートラッシュ切って覚えましょうって言ってるそういうわけじゃありませんどうせやっていくし何より今単語帳買っていちご一がやったってやっぱねあの無味乾燥な暗記はすぐ忘れちゃう覚えられないのでやっぱ文章で出てきたやつそれを 自分のののオリジナルの単語帳にしてて覚えてい,くのがいいいくがんですよねでそのための準備をしておいてほしい、まあ、つまりですね、えー、別な動画でクイズレットというアプリを紹介してるんですけどあのクイズレットという最強アプリ自分のオリジナル単語帳を作るあのアプリをまず入れてスマホに入れてであの遊んでみる、ねえー、自分でいろいろといじってみてあこういう風になっていくんだっていうのがあるこれね入学してからではやっぱねなかなか忙しくってゼロからのものって始めにくいんですよ ただ今、時間がある。今、この、えー、クイズットというアプリを、えー、で遊んでみて、あ、こんな感じなんだねって。で、実際にこうね、使ってみて、えー、慣れておく。そうすると、高校の授業始まった後にね、えー、高校の授業の多分、レッスン1、長文のね、えー、習ってお、今日の授業のやつ全部クイズットまとめようみたいな感じでスムーズにプッププップ,プっていくわけよね。はい。なんでね、今その準備段階として、えー、単語はクイズットのインストール、そして遊ぶと。えー、クイズ Z で遊んでみようと、えー、いうことをよろしくお願いします。はい。で、 2つ目、発音ね。えー、と発音は自分も発音動画ね、今ね、春の発音祭りとか言ってあげてますけど、えー、とああいうやつである程度やっとほうがいいよ。やっぱね、これ、スピーキングのみならず、リスニング力の向上に役立つんで、やっぱ、ここで一から発音やりませんよ、ほとんどの学校は。えー、なので、自分でやっとくしかない。自、え、分、ー、でやりましょう。で、これですね、えー、アプリ、これまたおすすめのやつあって、エルサスピークってのがあるんですよ。エルサスピークね。これ、おすすめですよ。 自分で発音スマホのマイクに向かってやってで何パーセントみたいなのが出たりしてねでゲーム感覚で、ね、どんどんどん進んでいくんで、えー、ものすごくオススメのアプリです発音向上します是非、えー、ねこの「AsoSpeak」っていうアプリでこれまた遊んでみてください いいですかね、はいで最後、文法ですね、えー。高校の文法のレベルを先取りしようとかしなくていいです。えー、ぶっちゃけ中学の英文法の土台があれば高校の英文法って基本的にはなんかちょこっと暗記物が増えるだけなんですよね。なんで中学で英文法の復習、これがまず大事。特に、複則変化同士ね、過去形、過去文章とか複素変化同士がまだ覚えられていない人とか、熟語とか、えー、ああいうことがマスターできていない人は、そこをしっかりやっておくこと。 ねえー、それか、えー、大事、中学の復習、これは徹底してやってほしいなと思います、中学の復習ね。えー、と特にね、えー、なんかこれみたいなのがない人は、えーこのね、中学英語の取説っていうのが出るんですけども、えー、その、ね、本がもうものすごく塾の教材みたいな感じでこう、ガンガン、えー、書き込んでいける問題形式なんですね、えー、問題がものすごく載ってるんで、まあ、例えば中3のやつだけでも購入してみてやるっていうのも一つの手かなと思うけど、もし自分が持ってるやつがあれば、それでもいいと思う。ね、とりあえず、中学の復習を徹底的にやってほしい。いいかねはい 入学前までに、えー、高校1年生やっていくこと単語のクイズセットで遊んで準備をしておく、えー、発音エルサスピークで遊ぶそれから自分の、ね、出してるあの動画とか見て発音の練習をしておくそして、ねえー、と文法は中学の復習をしておくということで、ね、と、はい、いうことでしっかりとした準備をして新高校1年生良いスタートラッシュが切れるように頑張ってください。<laughs>